あの転売業者、不動産競売ね、やっぱり出てくるプレイヤーって転売業者ね、ほとんど転売業者ね、8割、俺から見たら多分8割ぐらい転売、法人の転売業者ですわ。もうちょっとあるかもかな。前回の元気でね、復帰ということで、副業か資金調達の話、うん、でまあ、銀行と仲良せんとあかんという話が出たと思うんですよね、うんうんうん、まあそれプラスね、仲良せなあかんって言い方ちょっとおかしいけど、仲良せな言い方ちょっとおかしいけど、ちょっと違う、うん、銀行さんと付き合いをしっかりしてねっていうことですわ、うん、仲良うとはなんか手伝いで飲みに行こうかとか、はい、なスナック行こうかとか、はい、昔の時代があったわけやんか、はい、昭和の時は銀行読んで、はい、お酒飲んで、はい、ちょっとなんとかせいやっていうのは、はい、もう今そんな時代じゃないわけよ、はい、ね、彼らもコンプライアンスか、はい、もう ああいうことがあるんでね、はい、もう今もそんな時代じゃないから透明性が大事だ、はい、うん、仲良くっていうのは手伝いでなんか遊びに行こうかゴルフでも行こうかって、もうゴルフセッターの時代じゃないんで、ね、ね、もうだからしっかりと銀行さんと付き合いましょうっていうことですよ、真面目に誠心誠意な、で言うこと聞いてあげましょうと、営業マンの、なるほど、こいつ腹立つなと思っても、まあまあまあやっといたらその代わりこれせえと、まあね、その金利下げに下げてやって、うん、逆に向こうのカードを10枚ぐらい買うと、うん、そうそう、買うというか契約するということですよ、ね、バーターですよ、やっぱり世の中きれいことじゃないんで、この間前回のお話もしたけど、3000万借りる場合、3000万買う、うちは借りたくないよ、俺は借りたくないけど、まあしゃあない、入れてあげようかっていう時はね、 0.6 あたりの金利で入れさせて投信1000万買ってあげるとかね、それ駆け引きがいるわけですよ、やっぱり次長支店長にね、その営業マンが掛け合う時はやっぱりいるわけですよ、これをやってくれるんでこれでやってくださいよとね、本店上げるにしてもね、それも当然ですわな、まあまあそれはねよく合う話ですよね、いやそれがなかったビジネスになれない、彼らもビジネスなんで、でしょ、はい、うんうん、はい、で今日はどうするの何も書いてないけど、何その見ても何も書いてない、いや資金調達の話で書いてないよ、あとなんかプラスになりますか、何を偉そうに書いてないようにしたって副業からそこまで来ましたよね、ほんでで、資金調達、プラスでね、何かありますか、他に、うん、何が銀行さんとのね、うん、バーターというかね、うん、そういうことによってですね、うん、次のステップですわね、まあまあ事業を本業な、そのどんな事業やるか、まあ見てるとどんな事業やるかは別として、そのいわゆる自分がやってる事業ね、うん、だけであったらそんなに極端にはもう流れは一緒なんで、売り上げをしっかり上げて、あとはもう利益を残していったら、また銀行さんもしっかり評価してくれるんで、ただその次なんですよ、会社員さんが副業をやるのと一緒で、これから会社を辞めて事業をする人ね、その人たちが今僕が言った流れ、銀行から信用してもらって自分の会社がうまく回り出して利益も出る、銀行からも信用があるってなってきたら、次にどうなるかって言ったら、その会社が副業しないといけないんですよ、見てるの分かりますか、今医療関係やってはりますけども、うん、まあそれを、まあ、資金調達することによって違う、まあ、いやいや俺医療機関の資金調達の話しちゃうよ、これは今さっき言った銀行、株式会社アンジェス GND の資金調達の話なんで、なるほど、俺が医療機関も全然入れてないから、全然関係ないですか、全然融資入れてないから、いらんって言ってるから、貸したいのは必死やから、もう余計おもろないもん、いや金利ゼロでもええから借りてくれ、それはでも医療機関の実績があるからですよ、いやあのね、グロスで見るなっていうふうにやるときもあるんですよ、ある意味もうそこ見るなと、俺んとこだけで見ろと、この決算書でどうやねんって、ズタボロの決算書でね、それでどこまで引っ張れるかっていう、まあこれは2、3年の会社これはただでは教えへんと、
有料で次回が今度のだいぶ先に。なるほど。この決算書でどうやって引っ張れるかっていう。でも銀行側にとっては、うん、その医療のことが頭にありますよね。ちらつかせてはな、いやもう全部分かってるから、まあ、それ個人の、うん、個人のところも全部やつら見てるから、うん、管理させてるからね、うん、当然隠してるんで、そこの銀行に見せないところもあるけど、うん、まあまあまあ大体把握はしてるわ。ですわね。大体把握してるわ。わけのわからんとこからですね、うん、貸してやとはなかなか、うん、ただまあ面白いのはな、銀行って本来事業資金にしても運転資金にしても、事業資金ね、運転資金設備投資ですわ、これ大ボナもんです、設備投資運転資金ここですわ、はい、ね、事業のローンっていうのはね、で大体ね、政策銀行も別よ、政策銀行別だし、地銀ですね、メガバンクもこっちのとこ、地銀とか信用銀行、やっぱいまだに不動産、土地建物、その個人ね、個人の背景の不動産土地建物ガチガチに取れるところをやっぱり見たいわけですよ。あと預金とかね、うん、そうでしょ、うん、でもこの背景がある程度僕はあるよ、だけどないところでこう勝負するのって結構楽しいんですよ、うん、銀行さんと掛け合うっていうね、うん、だからねやっぱり事業計画ってものすごく大事、うん、ここだけ、これ政策金融公庫も大事なんやけど、うん、政策金融公庫はちょっとその辺緩いんですよまだ、うん、開業これからします、起業しますっていう人向けなんで、うん、どっちかとハードルが低いんですよ、うん、これ地銀とね、事業計画をそれを見つめていくなかなか面白いですよ、うん、ここまで突っ込んだったら絶対してくるっていうのが大体分かってきたんで、これはただじゃ教えんけど、うん、の機会にあるんですよ、この基準を持っていったらやつらは愚の根も根も出さなきゃしゃあないっていう基準があるんですよ、うん、その時にまあバックにあるのそういうまあ不動産とかそれを見るわけね。ですね。だからね、まあ、話元に戻すとややこしくなる、うん、さっき言ったように会社もある程度、軌道に乗ってきてうまく回り出していってくると、うん、会社そのものが副業しないといけないんですよ、うん、いいですかね、うん、でじゃあ僕の言うこの会社が副業するっていうのは何かっていうと、やっぱり資産管理会社みたいなものですわ、うんうん、資産管理会社っていうのはつまり何するかって言ったら運用ですわ、うんね、例えば年国やったら社会保険年金徴収して、それを運用してるわけでしょ、うん、株式債券、うん、ね、いろんなもので運用するわけですよ、うん、で会社が言う運用っていうのは、資産管理会社の運用っていうのは、僕が一番ガチガチに硬いのはやっぱ不動産が鉄板やと思うんですよ、うん、不動産事業っていうのは鉄板に近いんで、やっぱり、ね、リスクがほぼないから、これ不動産って、うん、勉強はしなかよ、勉強しないとやっぱりやられるんで、でも金融に比べると全然硬いから、物があるからうん、ね、そんなに極端に乱高下しないんで、うん、不動産の価格っていうのは、うん、土地にはね、物があるからね、で建物っていうのはこう耐用年数によってさ、じわーっと下がっていくだけなんで、読めるんですよ、確実に読めるんですよ、うん、で次に何かをするときにも担保価値として十分提供できるんですよ、キャッシュと同じぐらいの担保価値、まあ、0×0.7 ぐらいの担保で見てくれるんで、やっぱりね、だからあなたが売ってる保険もそうですよ、あれも担保価値にはなるんだけど、やっぱ不動産っていうのは何か次運用していくのにものすごいです、で資産管理っていうのはやっぱ不動産が一番有益やと思うんですよ、うん、なるほど、でじゃあ何をやってるかって言ったら、この間からやってるその競売物件でね、地味に地味にやってますわ、もう地味、まあ、当然そのファイナンスね、銀行さんからファイナンス入れてね、築10年未満ぐらいのね、ある程度綺麗な一等物件なんで、買ってくれ買ってくれっていうのあるわけですよ、僕あんま手出さないんですよ、利回り 7% ね、 6% とかあんま手出してない、やっぱり最低でも 12-3% 利回りが出るやつ、これをちょっと手入れてやってみると面白い、だからこれ見てる若い人たちに、いや面白い、俺もその手伝ってみたいなって言うとったら、ちょっと募集するんで来てほしい、一緒に手伝ってほしい、うん、リフォームして入居者さん入れて、うんうん、楽しい、まあ、全国というかね、ここだけなんで、ちょっとしんどいな、でも裁判所行くのがほんまにしんどいわ、山口県の通りですよ、もう 次富山も、私富山もちょっとしんどいんよ、うん、軽自動車で走るから俺山口岩国綺麗で行ったやんか、フェラリを言うてフェラリはもうなくなってフェラリ行かないけどね、ランボルギーニよ、めちゃめちゃしんどいで、ほんまに
その日に帰ってくるわけ。旅行トラック走ったら吹っ飛ばされるからもう山陽道なく。要はそこ行きますけどね。だから広島にも遠いもんね。え？疲れるよこれ。めちゃめちゃしんどい。その日に帰ってくるの？そりゃそう、この日よ。その日朝4時ぐらいに出て行って。往復1000キロありますよ。朝4時ぐらいに出て行って、うん、ね、9時の、はい、会長の時に一番に行って。あバーッとやって2時間ぐらいやってバーッと帰ってくるわけですよ。それは疲れるわ。この52、3歳になって何してんのかなと。これ誰か行くやつおるな。ちょっと見てると本当手伝って誰かもう手挙げてくれたら俺あのさんの仕事手伝うわって言っとったら手伝ってほしい。ほんまにむっちゃくちゃ忙しいですよ。これが週、まあ、1週もずっと去年の10月か11月ぐらいから始めてね、もうずっと落とし続けてくる。これが今になって上がってきてる。でも大体、まあ、関西、西日本高富山も富山はちょっと多いけどできるだけ近いとこ狙ってんねんけど何かしら今日手出してもらうよな。もうちょっと今反省してる。もう奈良、大阪、奈良、兵庫、近畿にしてほしいね。いやでもな高いのよ大阪の物件が。だからあの転売業者、不動産競売ね、やっぱり出てくるプレイヤーって転売業者なんよ、ほとんど転売業者ね。8割、俺から見たら多分8割ぐらい転売、法人の転売業者ですわ。もうちょっとあるかもから。で、転売業者って何かっていうと、買ったやつを両目して即売るんですよ。手離れない物件ばっかり。だから僕はと全然違うわけ。僕の場合はそれを綺麗に再生して住んでもらうっていう。ちょっと価値つけて。そうそう、住んでもらうっていうのが僕のゴールなんですよ、ね、でお家賃いただくっていうのがゴール。転売業者っていうのは売るのが仕事なんで、でしょ。目線が全然違うわけよ、全くな。だから彼らは逆に言ったら 20% から20%、まあ、去年 30% 大体ね 25% から 30% くらいの利益欲しがるんだ。例えばだから1000万の物件で1300万で売ったわけよな。 30% の利益乗せたいんで。ということは手離れの英語物件ばっかり行くんで3000万、4000万、5000万の物件でもバンバカバンバカ行くわけですよ。でしょ、お金を動かして自転車操業する。僕の場合は住んでもらってお家賃いただくのが目的なんで、3000万、4000万の物件行ってまうとすごい詰まるんですよ、資金が。いや安いやつだね、ほんとに。だから安いやつばっかり行くから。だから大阪とかは難しいのよ。だから田舎ばっかり、まあ、運用で儲けんとあかんときだよ。安かった向こうで運用してもらってそこで家賃もらうと。そうでも、家賃ってでもそれ極端変わらんのよ。どんだけ田舎行っても家賃3万ぐらいするから。4万とか戸建てやったらわかる。家賃2万円の子ってあんまないんで、でしょ。だからちょっと田舎行こうがええわけよ。なるほど。うん、ただ裁判所行くのがしんどいだけで。まあほんのちょっと募集しますか。したい、はい、息の上若い子。若い子ね、うん、勉強とことんするから、うん、なるほど。男限定、うん、だからね、女の子ちょっとしんどいから。汚い家もあるし。いや学生でもいいですか。あ、学生さんでもええんじゃん。今のうち勉強するのに、うん、ええと思うわ。なんか楽しそうやなと思って。はい、行きましょうか、そしたら。はい、今日はそういう感じなんですけどね。ちょっとまとまりがあるんですけど。どういう感じね。もうできた運転手でええわ。運転手、運転手ね、乗せていってくれと俺を。K で俺の。わかりました。今日は今日終わり。今日で終わり。もう終わり。終わりです。はい、誰か来てもらったらいいですね。はい、はい、さよなら。